古くから港町として栄え、温暖な気候、風光明媚なことから文人墨客に愛された広島県尾道市。今もなお年間600万人以上の観光客が訪れ、文化の街、芸術の街として魅力があふれる街です。この番組では尾道市の小道にスポットを当てて、その場所にまつわる歴史や文化、周辺のお店などをご紹介します。これってなんかその渦潮商事って何かゆかりとかあるんですか？はい、ここの2階で、昔林文庫さんが曲がりをしたらしくて、ちょうどその店の外に石碑がありますね。初めて訪れてもなぜだか懐かしい、それでいて季節ごとに表情を変える景色、尾道の小道を猫の案内でぶらり散策してみましょう。